どうもこんにちは、元杉と申します。今回はキングスウッドのコンプレネイビーブレザーをご紹介したいと思います。それでは早速やってみたいと思うんですけれども、まず説明、ちょっとした説明なんですけれども、このキングスウッドのブレザーは本当にクラシックな形で、1型と呼ばれる、クラシックなものなんですよね。でこの1型っていうのはですね、ブルックスブラザーズのナンバーワンサックスーツっていう、本当にブルックスブラザーズ当初が出してた本当に大きいクラシックな形の、ブレザーのことを、指すんですけども、で今はスリムフィットのものが結構ブルックスブラザーズの方でも主流で、売られてるんですけども、このキングスウッドのブレザーはですね、その当時の、その1型と呼ばれるブレザーを忠実に再現して作っているのが特徴です。でディテールなんですけれども、まずこれボタンが3つ付いてるんですよ。こう今これパッと見2つしか付いてないんですけども、この一番上のラベルと呼ばれるこの部分に裏にボタンが付いていて、この3つボタンになってるクラシックな形なんですけども、今って結構こう2つボタンが主流だと思うんですけれども、でこれは段階入りと呼ばれてて、ボタンが3つついてるんですけど、一番上は捨てボタンっていうような感じで、こう自然にこう段階入り、こう美しいラベルの形が出るようにこう段階入りになってて、でこれはこうボタンを止めるなら真ん中の一つボタン、これでも止める、これが1型の一番クラシックな形になってますね。でボタンはですね、基本的に金ボタンを採用してて、で袖のボタンも、4つのものもあるんですけれども、これは2つボタンになってます。で肩は肩パッドが一応入ってるんですけれども、ナチュラルショルダーといって、こうあんまりこう太すぎる、太いというか、厚すぎる肩パッドじゃなくて、こう自然なナチュラルショルダー、自然な肩の形が出るように、なるべく薄めの肩パッドが入ってますね。でポケットはですね、このフロントにこうパッチ&フラットポケットっていう、両サイドにこういうペタッと貼り付けて、こうフラップの蓋がついてるタイプですね。でこれを採用してまして、で素材はですね、100% ウールになってまして、で背抜きといってこの裏側はですね、こう全部に裏地がついてるわけじゃないので、割と1年中使える厚みになってます。ちなみに僕は身長180センチの体重75キロ、距離は96センチで、このブレザーは L サイズを着用してます。で一つ豆知識があるんですけれども、このブレザーとネクタイにもサイズの相性っていうのがありまして、こうラベルのこの部分の一番幅が広い部分、ここの部分とネクタイの一番幅の広い部分、ここの部分、こことここが同じ長さのものっていうのが、こう見栄えがすごくいいっていうふうに言われてるので、これを合わせるのも、一つポイントになってますね。でこのブレザーをいつ着るかっていうのなんですけれども、僕で言うと例えば結婚式の二次会ですとか同窓会ですとか、ちょっといいホテルに行ったり、そういった時に、よく着るんですけれども、で、親御さんでしたら授業参観ですとか、そういった父兄の集まりの時とかにも結構持っとくと便利なので、ちょっとこだわりを持ったブレザー欲しいという方にはすごくおすすめのブレザーになっています。ちなみにお値段は 39,800 円になっています。値段だけ聞くと、決して安い買い物ではないと思うんですけれども、本当にこだわりを持って一生着続けられるブレザーだと思うので、すごくおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。今回はキングスウッドのブレザーをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら、高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日もアメカジファッションを楽しんでいきましょう。